朝起きてから最初にやることは、What's going on 日本リッケでーでーミックス、いや、ちゃうね、ミックスいらんわ、いいんだけ、うん、オッケー、ハローワールリッケで、男の子っていうのはなんか集めることが大好きなんですよ。ってことは俺は男なので、ちっちゃい頃からもうそういう集めたりするのが大好きなんですよ。例えば何集めたかというと、まあ切手でしょ、定番の切手で世界のコインと、石、切符、キーホルダー、または、まあ、大人になってきてあのお金、女、酒、そういうことじゃないよ。ってことで今日は俺そのあんまり自慢ではないんですけど、自分で集めてきたキーホルダーちょっと皆さんに見せたいなと思っております。どういうキーホルダーかというと、世界中からのキーホルダーなんですよ。あの自分で買いに行ったやつもあるし、またお友達が海外に行った時にちょっとお土産でこれお願いしますみたいなやつを、まあまああります。でもまだまだなんですよ、世界はまあいっぱい国があるんで。ってことでここでチェックアウトしましょう。言うてもそんなに多くないよでしょ。じゃあ世界の地図並みで配置しましょう。ほう、世界の地図みたいな感じでちょっと並べてみたんですけど、でまず第1個、いやこんな形メープルリーフしてると言ったらもちろんカナダです。でその下に行くと、ドドン、そうですね、アメリカからのお土産なんですよね。でこれがサンフランシスコからのやつで、なんかデンジャラスカーブとか言って、俺も行ったことないんですけど、これも友達からもらって、なんかイニリ的な感じのカーブっていうか、いつかサンフランシスコドリフトっていう映画も出るんちゃうかな。で、まあ同じ組で、これもアメリカで、United States of America ちゃんと書いてて、USA。で、ワシントン DC。で、ここ、超アメリカン的な感じで、アメリカ国旗であって、もあっての、で、ここに、まあ和紙も映ってるんだよね。そうだよね。ワシントンだけに和紙が映ってると。すいません。いや、その隣に行くと、まあヨーロッパにないんですけど、ロンドンです。これスケールの話でしょ。ポリスなんていないんですけど、警察関係ですけど、ガードさんが、で、ここにちゃんとビッグベンがあっての、で、ダブルデッカーと、多分これロイヤルロイスっていうこともあるんですかね。まあ、あるんですよね。その通りした、はい、これ自分で買いました。トルコ行ってきましたね、俺は。イスタンブールって言って、で、これ目玉っていう、ちょっとトルコらしいのお土産っていうか、なんかいつも見守りますよって言って意味があるらしいっす。で、これイスタンブールはこれすげえですよ。トルコっていう国は、そのイスタンブールっていうところが、首都だと思われがちないけど、そうじゃないんですよね。で、そのイスタンブールっていうところが、ヨーロッパの文化とアジアの文化がちょうど交わってるところなんですよ。そう、教会のマークがあるんですよ。で、イスタンブールの P のところに、これがモスクの建物の一つのパーツなんですよね。で、ついでに、で、その隣がその近くで言うと、こうですよ。ドバイです。国は何て言うんですかね、日本語は。UAE って言うんですよ。アラビアなんとか連邦的なやつですね。で、これも、クルクルの話ですよ。ちょっとドバイらしいものをつけるんですよね。で、ここが一番高い建物がブチカリファ。で、ここがラクダを打って、で、ここがその、ヤチの形をしていた建物とか、なんか言われてるんですよね。超ドバイなんか建物だらけで。ってなると、もう、アジアのこっちが入ってきました。はい、これ皆さん分かると思いますよ。考えて言うと、もちろんチャイナです。ただし、これなんかね、どこにも書いてるんですよ。メイドインチャイナね。それは若干チャイナらしくはないかな。これね、ここはもう韓国です。これも意見ですけど、これも決まったもらって、なんか韓国のバンですかね、これ。よくわかんないです。これちょっと違うものですけど、ブックマークで、韓国の民族衣装を捨てて、これもかっちりな。で、ティナルトさんの隣もちろん、初恋の日本です。で、これも宮島行ってきて、宮島行ってきて、その鳥、寺井さんの鳥が捨てるやつですね。で、ここが長野県で、忍者村から買ったやつですかね。修理券ですよ。めっちゃ立派なのこれ。その下行くと、フィリピンズ、イエー、これ海外からできた地方ですね。なんでだろうね、フィリピンは島国で、海というイメージがするんですかね。で、そのちょい下行くと、はい、母国に来ました。マレーシアでございます。まずここから見ましょう。マレーシアのサラワック州なんですけど、ここは自然がいっぱいのところで、ハンディカーフ、手作りのものが有名なんですよ。で、それをちょっと描いたやつがこれなんですよね。これマーカ州っていうところが、で、このマーカ州っていうところが、日本で言うと京都的な存在の州なんですよ。で、こいつは、クリスって言うんですけど、日本で言うと、侍の刀みたいなやつなんですよ、このクリスってやつが。で、これもマレーシアの昔の侍的な人が使ってた武器なんですよね。このクリスってやつが男の方がよく使うんですけど、で、結婚式伝票とかに最近使ってるんですよね。一日の王様としてこれを見に来てるんですよ。ちょい下で行くと、じゃじゃん、シンガポールだ、シンガポールですね。いやー、これも皆さん分かると思いますよ。マライオンも入れてますね、そのまんまのシンガポール。で、これが、これも可愛らしいですね、B さんで。シンガポールの中の島なんですけど、ちょっとリゾート的な島で、ちょっと B さんで表したっていう。で、これはバリーからのネイルですね。なんかね、猫と下が魚になってるんですけど、これよく分かんないんですけど、その、魚と猫の関係というと、マレーシアではその、猫が結構魚を盗む、家の魚を盗んでしまうっていうイメージがあるんですよ。もしかして若干文化が近いんですね、マレーシアとインドネシアとかは。で、もしかして、そういう意味で、魚と猫の関係で一体感になったのかなって人です。最後になります。これもブーメランですね。これオーストラリアです。これは友達がオーストラリアに来て、今俺使ってるんですけど、どっかの民族に使ってるらしいですね。オーストラリアで。このブーメランってやつが。どうですか、皆さん。まだ物々足りないと思うんですけど、まだまだ集めていきたいなと思うんですよ。で、今数えてみたんですけど、だいたい13カ国ぐらいを持ってるんですよ。で、まだまだなんですよね。もうちょい、コツコツ、少しずつ、年を重ねてからも集めていきたいと思います。ってことなんで、以上でいきやったで、バイブ。
ちょっとなんかね、わかんないですけど、よく見てみたらなんかあるんですよね。これマラッカからのケリスでしょ、で日本からの手裏剣でしょ、オーストラリアからのボメランでしょ。これ全部なんか武器なんですよね。やっぱり男は武器的なものが好きなんですよね。武器的なものが、持ってるくせに。